まあいいや、見てみよう。これが新しいロゴ。どう？みんなは何に見える？ジャッジシム。続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、16週目。訴訟は46個。クリアしたやつでございますか？どこまで訴訟用意されてるんでしょう。次参ります。民事やね。さあ、大丈夫よね。暗殺はまだ一度もされてませんが、逮捕の可能性もどんどん上がってきております。お金は5000あるけど、賄賂を提案することで、これは下げよう思ったら下げれるんだが、750ドルか。安いっちゃ安いな、今こうやって思って。やってみようか。逮捕バー下げる。その仕事にぴったりの人を知っている。下がった。こういう感じなんか。なんかわからんけど。下げてみました。特に何かが起こるわけではなさそう。で、行きましょう。まずは、衣料品会社ブラゼアのロゴがということは、ロゴがわいせつな内容だとして訴えられた。おうおう、気になるな。ブラゼアカンパニー、保守生活協同組合が原告。衣料品会社ブラゼアは、ここ数週間新しいロゴを発表し、ビルボードに広告を出している。この事態を受け、MYD の代表者、保守生活協同組合のことかな。代表者は、このロゴは性的に露骨であり、社会のモラルを堕落させるものであるとして、ロゴの変更と看板からの撤去を求めて訴訟を起こした。この裁判では、ケイティ・ローズは、ブラザー社を代表し、ピーター・スミス下院議員は保守生活協会を代表しています。なんか後半いっぱい出てきたな。なんや。誰が誰や。ケイティ・ローズ、ピーター・スミス。ケイティ・ローズはブラザー社を代表。なんやブラザー社って。ピーター・スミス下院議員。ああ？最後の方ようわからんな。まあいいや、見てみよう。これが新しいロゴ。どう？みんなは何に見える？ああ、言わんかったら何も思わんけどな。一回そういう風に言われたら、寄せてみるから。なんちゅうゲームや。話聞いてみよう。スミスさん、何か言うこと。なあ、おちんちんの訴訟とかもあったけどさ。やめてもう。裁判長、最初にロゴを見たとき、子供たちが目にしやすい看板に掲げられていることに同意して、いただけると思います。ボードからこれらを取り除き、ロゴを変更してほしい。ローズさん、あなたの弁明は？裁判長、私は女性としてこのロゴを見ても不快には感じません。とてもよくデザインされていると思います。私たちはこの組織が私たちの道徳的な監視役となることを決して許しません。こんだけで判断せなあかんの？これをまあなあ、言われたらいや、俺は何もコメントせん。コメントしづらいわ、おい。お前ら。ロゴを変更し、看板から外すこと。ロゴをそのまま。大丈夫だ。知らん。俺にそんな判決をさせるな。怖っ。民事って怖っ。わあ、逮捕された。なんでやねん。やめとけ。おい、逮捕バー下げたのに俺。ちょっと。どうなってんねん、この世界。もう、そもそものテーマのバナナ共和国っていうところにもなんかいろいろ、思ってまうやんけ、おい。もう一回同じ判決でいくで。一応、運が良ければ、やられはせんはず。20% でしょ？いける。助かれ。よし。すごいテーマがまた出てくるな、おい。47週。47週じゃない。週16の47訴訟。だいぶいってるで、もう。今度はなんだ？あ、手紙来てるわ。ポンザキムとゴブレインユニティが有罪になれば、ショッピングモールで起きたように、あなたの家の地下で爆弾が爆発するだろう。妻と子供の命を犠牲にする覚悟はあるのか。もう一人の男のことなどどうでもいい。彼を非難し罪を着せればいい。家族を愛しているなら。ポンザキムとゴブレインユニティだけは助けろって言ってんのか。ポンザ、誰が誰？ジャミルコスガンバイブ。ポンザキムとゴブレインユニティ。この二人は助けてほしいってことか。っていう脅しが来てるけど、こいつに罪を着させろってことかい。犯罪歴は全員、あれ、お前犯罪歴なしか。あ、こいつもなし。この犯罪歴あるやつに罪を着せろって言ってんやんな。ポンザキムとゴブレインユニティが有罪になれば爆弾爆発するで言うてんのか。 OK で、告発テロ計画的大量殺人罪。爆弾事件は夕方ジャルタウンというショッピングセンターで起こった。わあ、この事件で44人の民間人が死亡。カメラの録画を分析した結果3人の容疑者が拘束された。一応カメラからでも3人捕まえてんやんな。ポンザキムの証言。老けとんな。捕まったからといって何も変わらない。こういう行動はこれからも続く。誰もが私たちの正体を知ることになる。やべえ組織かい。で、ゴブレインユニティ。お前は？私はあなたの言うテロ組織とは何の関係もないんですよ。私はただあそこで買い物をしていただけです。物理的に被害に遭っていなかったからといって、私が加害者となるのは根拠がありません。爆弾が爆発した時は、店のキャビンで服を試着していました。怪我してへんやつらをとりあえず捕まえたみたいな感じなんかい？そしてあと一人、ジャミル。私は無実で、あなたがおっしゃった組織の名前を聞いたのも初めてです。私は自分の職業を実践し、国を愛する一人の医師です。ほう。私の義務は人々を生かすことであり、殺すことではありません。証言だけでは何とも判断できへんな。では、証拠的な、このパターンか。あんま好きじゃないやつ。いけた。すぐ開いた。ありがとう。レッドリストで指名手配されている RPK テロ組織メンバーの写真。まあ、そっくり。ん？こいつが？この二人は多分、確定やと思うけど、こいつだけ違うぞ。メガネを外したとしても、眉毛処理すればなんとかなる。ここなんかつながってるけど、いやでも鼻の形が明らかに違うからな。やっぱりこの2人が犯人で、お前は無実っていう、そういう可能性が今のところ高いけど、捕まったからといって何も変わらない。誰もが私たちの正体を知ることになる。もうポンザはだからもうなんかもう証言、供述がもうやべえよな。で、ユニティは関係ないって言っている。試着してる。で、ジャミルは医師。供述ではまあこいつだけとりあえずアウトっていうのは分かんやけど、デジタル、あれ？デジタル証拠なしか。カメラの録画を分析した結果、それが見たかったんですけど。あなたが所属するテロ組織のリーダーの名前を教えてくれれば、御社を受け入れるよう手配しよう。どうだ、私が所属する組織のトップは誰もいない。でも組織には所属してんのね、お前。私たちは民衆の中の民衆です。リーダーはいない。あー、なんか民衆で組織されたってなんかニュース前あったけど、そうなるとSNS でなんかちょっとバズったやつがリーダーじゃないの？なぜそのような行動を取ったのか、民間人に何の罪がある？彼らは快適に暮らす生き物だ。私たちがこんなに困っている時、あなたは私たちのことを考えもせず見もしなかった。全てには必ず報いがある。もうこいつは認めてるやん。あなたは長女で無罪を主張したが、その顔はレッドリストの指名手配犯と一致している。それにどう答える？こいつやね。裁判長、これはただの偶然だと思います。人同士が似ているのは至極自然なことなのでね。まあ確かに。どうして彼らを知っているんだ？裁判長、この人たちを見るのは初めてです。当時怖くて一番近くにいた人に駆け寄りました。その人が犯罪者だとわかるはずもないでしょう。まあこの手紙からすると、ポンザキムとゴブレインユニティだけを有罪にするのが、逆にこれがなんかもう証拠と化してんやけどな。でもこいつがあえて自分が助かりたいがためにこういう手紙を俺に送ってきてるなんてこともね、ありえなくはないんやけど、お前医師なのに犯罪歴あんやな。でもってこの2人が犯罪歴ないのよな。なんかちょっと矛盾というか、過去の犯罪歴から踏まえるとなんか違和感はあるよね。ああ、やけど俺の家族を脅してきてるからな。家族を愛しているなら彼を非難し罪を着せればいい。罪を着せればいい言うてるからな。お前はまず無罪にしてやろう。で、あとはテロ、計画的大量殺人罪。テロリズムはこれアウト？テロ計画的大量殺人の時点でもう軽く30年はぶち込まれるわけですが、テロは一発アウトってことですよね。テロリズム一応80年投獄なんやけど、テロリズム反逆罪、これはだからもう処刑されるべきっていうのが項目5でルール追加されたから、大量に殺してるからな。無罪がチェックついてる。帰れる？こっちこっち。お前もこっち。はい、給料アップ。ええのか。めちゃめちゃ給料上がってってるけど、俺。殺されないでね。耐えるー。まだ、殺されは一回もしてないな。よし。で、給料もらいまーす。生活費上がってきてるからな。まあでも一応プラス OK。 まだまだ行く。48週行くぞ。これはあー、また手紙来てるね。手紙だいぶ来るようになったな。 25%。 エイブラハム・ブラウンとギャリー・ボッシュの容疑を晴らすため10万ドルを提案します。マジ？そんなくれんの？俺今、5000しかないで。この申し出に応じるなら我々はあなたに贅沢な生活を約束します。奥さんと子供たちとの贅沢な生活悪くないだろう。エイブラハム・ブラウンとキャリー・ボットの容疑を晴らすため。賄賂的な感じよな。相当悪いことしてんのかい？八百長。アブラハム・ブラウンとギャリー・ボッシュ。合ってるよね。アブラハム・ブラウンとギャリー・ボッシュ。2人。で、61歳、犯罪歴はなし。55歳、犯罪歴なし。あ、片方市民権なしか。はー。八百長。パネンツァ FC、サッカー界との試合でフロンターレ FC が犯した選手のミスにより、調査が開始。何した?エイブラハム・ブラウンとキャリー・ボッシュは彼らに対する疑惑が明らかになった後、尋問の身柄を拘束。どんな八百長やったん?アブラハム。あなたは私が八百長していると主張している。しかしこれは八百長ではない。間違いなく私に対する陰謀だ。私がこのポジションにいることを快く思わない人たちが用意した陰謀だ。うん。そして、キャリー・ボッシュは、これは重大かつ困難な犯罪だ。私たちがこの犯罪を犯していないことは明らかです。以上です。今のところまだ証拠的なもんがないから、決定的な八百長証拠があるのかどうか。八百長、プレイヤーがでも何かミスをして、それで分かったってことでいいのかい?証拠。アブラハム・ブラウンとミシュナンオディセス。これがプレイヤーかな。ミシュナン元気かい?こんにちは市長、私は元気です。お元気ですか?大丈夫だ。君に提案がある。もし受けてくれるなら私は良くなる。はい、大統領、聞いています。何や、市長やったり大統領やったり。今週末、君たちとの試合があることは知っているだろう。その試合に500万ドルを提供する。その500万ドル。そのお金の一部を選手やコーチングスタッフに分配してくれ。大統領、私にそんなことができるでしょうか。できないことは何もない。私が望んでいることは違法ではない。サッカー選手とテクニカルスタッフにいくらかのお金を渡すだけだ。ほとんどのお金はあなたのものだ。異論は認めない。違法でないなら構わない。で、追加の調査メモ。フロンターレ FC の副社長であるギャリー・ボッシュが、パネンツァ FC の取締役と3時間にわたって同席し、ギャリー・ボッシュから渡された金一封のバッグが目撃されたとの報道があった。フロンターレ FC 社長アブラハム・ブラウンと、ユム・アンチャン FC のサッカー選手ストロール・ベックスとの電話会談記録。いや、ベックス元気かい。大統領ありがとうございます。ご機嫌はいかがですか?大丈夫。ありがとう。こうしよう。閣下お待たせしました。来週、君と対戦することは知っているだろう。会長でさえ私は知っている。君に提案がある。点を取らないこと、走りすぎないこと、タックルを避けること。そうすれば試合終了のホイッスルが鳴った時、100万ドルが君の銀行口座に入っているはずだ。もう言うてもてるな。これはもう決定的なやつやな。大統領、あなたのおっしゃることはできません。それは罪です。お、拒否してきたぞ。いや、そんなことはない。彼に何かあったら私の責任だ。違法なことは何もない。では大統領閣下、そうおっしゃるなら。ああ、乗ってきた。はあ。でもこの感じやったら、アブラハムは、完全にアウトやけど、ギャリー・ボッシュは?ギャリー・ボッシュは何?ギャリー・ボッシュは何をした?ギャリー・ボッシュから、フロンターレ FC の副社長であるギャリー・ボッシュ。ギャリー・ボッシュから渡された金一封のバッグが目撃された。ちょっとわからへんな。ギャリーが何をしたのかがなんかいまいち俺、入ってきてない。プレイヤーなのか何なのかよくわからんのもおるからな。副社長であるギャリー・ボッシュ、パネンツァ FC の取締役と3時間にわたって、対戦相手の取締役と副社長とで3時間もなんか喋ってんのよな。で、ギャリー・ボッシュから渡された金一封のバッグ、パネンツァに渡しましたよ。フロンターレ FC 社長。あ、フロンターレ FC 社長がアブラハム・ブラウンか。でも、ギャリー・ボッシュからアブラハムに金が渡って、ギャリー・ボッシュから金一封が、じゃあ取締役に行ってんのか、取締役に行ってるけど、でもそこの社長がアブラハムなんでしょう?わかりにくいちょっと。ただでも、アブラハムが一番提案してんのよね、八百長の。これむずっ。めんどくさ。これめんどくさ。インセンティブボーナスを支給したという非難に対してはどう答えるのか。裁判長、私は他のクラブの会長と同じように他クラブの監督とも会う会長です。私たちの間の誠意から報奨金を出しましたが、これはマッチフィックスではありません。ではあなたは八百長を認めないのですか。いいえ裁判長、クラブの会長は皆私と同じことをしています。あら、その根拠はあるのですか。まだです裁判長、しかし少し時間をいただければ証拠を手に入れることができます。あらあら、この告発についてどう思う。私の会長が言ったように報奨金は犯罪行為ではない。これは他のクラブの会長もよくやっていること。そうなの。ではこれに関して私に提示できる証拠はありますか。マダレス裁判長、でも時間をいただければきっと見つけることができると思います。裁かずに10万ドル欲しいから逃してみるか。実際の罪で言うとなんや、八百長、組織犯罪、違うな。八百長はなんだ、どこだ。八百長どっかにあったよね。金融犯罪、八百長4年で500万ドル。軽いもんなんじゃない、こいつらからしたら。いやでも500万ドルって普通に100円で換算してもとんでもねえ額やんな。どうしよう。便乗してみるか。10万ドルもらってみようか。初めて法に背く。大丈夫か。10万ドル欲しい。解放。証拠不十分として解放です。あ、裁判が終わって家に帰る準備をしている時に知らせを受けたんだね。エイブラハム・ブラウンはマッチフィックスの審問後、報道陣を避けてすぐに裁判所を後にした。その後に発表された声明の中で、彼は物事を正すために今晩海外へ旅立つと述べた。海外逃亡ってこと。あら、なんかああいうの今まであんまりなかったから、あれはあれで一個なんかこの後の物語変わってくるんでしょうか。49週まで来てるで。で10万ドルはいつもらえんのかな。次なんかお前ドットがあらない。なんかヘドリック・ボンズ、犯罪あり、精神疾患ありね。侮辱、ピーキーバーガーで働くフランキー・フック、注文を受けている時にヘドリック・ボンズから人種差別的な発言を受けた。ピーキーバーガーで働くフランキー・フックは注文を受けている時に、こいつはだから客ってことか。理由となるような口論や似たような状況は見つからなかった。監視カメラを分析したところ、フランキー・フックは自分の仕事をしていただけだった。あれん、理由となるような口論や似たような状況は見つからなかった。なんか変なことしたわけじゃないのに急に人種差別的な発言をしたってことかい。きっかけがあればまたなんか変わってくるのかい。フランキー・フックの訴えによりヘドリック・ボンズという人物が拘束された。でこっちは被害者やね。私が仕事をしている時、11番テーブルに座っていたヘドリック・ボンズという人物から人種差別的な発言が聞こえ始めた。彼は私の肌の色について侮辱し始めたのだ。彼は私の襟の ID から私の名前を見たに違いない。彼は私の襟の ID から私の名前を見ぬ、同じことを2回言ってるぞ。なぜかはわからない。そしてヘドリックの供述は、最初にお気に入りのレストランの一つであるピーキーバーガーで食事をするごく普通の日の一つだと思っていた。しかし違いがあった。黒人スタッフは雇っていないと思っていたそのレストランが黒人スタッフを雇い始めたのだ。あらあら、これは差別じゃないかい。私たちは戦ってこの国の独立を勝ち取ったが、戦っている時は一人もいなかった。36歳やろお前。なんかあったんか、戦争参加したんか。彼が幸せそうに仕事をしているのが辛かった。もしあなたもそれが苦にならないのなら、問題はあなたにある。ああ、俺に立てつこうってか。証拠、ファンキーフックが顧客満足のために肌身離さず持っているオーディオ。そんなんあるんや。電話とかやったらな、録音なんかされたりとかするけど、肌身離さずボイスレコーダー持ってんやね。いやフランキー、誰がこの店に入れた。私に言ってるんですか。そうそう、あなた以外にフランキーはいる。そうだ、何か欲しいものはありましたか。そうだ、私が望むのはお前たち黒人野郎がこの国から出ていくことだ。実現できるか。はい、それと$9.99で脳のサプリメントいかがですか。めっちゃ言い返してる。お前頭おかしいやんって言い返してる。一応これでも侮辱には当てはまるんかな。そんなけしかねえな。あなたの発言した侮辱が正当だったと思いますか。はい裁判長、そうあるべきだと思います。普通の人なら誰でもそう思うでしょう。あなたはどう思いますか。この国が独立を勝ち取った時、あなたは戦っていましたか。どうしてそのような非難ができるのですか。私は戦わなかった。戦えへんかったんかい。やっぱ時代が、おじいちゃんとかの時代に戦争があったってことかい。祖父は戦った。それに気づかない方がどうかしている。そう思わないか。君の考えを聞かせてくれ。特に大した事件じゃなさそうやけど、侮辱で裁こうにも精神疾患あるっぽいから、お前は病院だっていう判断になるけど、大丈夫。逮捕も大丈夫。いけてるのかい。どこまでやんねんこのゲーム。一生続くのかこのゲーム。訴訟50まで来たぞ。ああ、なんか起これ。もっとなんかイベント起これ。次は刑事事件、殺人罪、マイレイコナスとアドラーコナス、ゼリーコナス、家族かい ?22 歳、27歳、55歳。これがじゃあおかんか。グリーンビレッジ近くの一戸建てで娘と2人の孫と、娘と2人の孫と暮らしていたゼンナーコナス。ゼンナーコナス。おらへん。ゼンナーコナスは自室で死亡しているところを、ゼンナーコナスが死んでいる。娘と2人の孫。これが娘。この27歳、22歳が孫ってことか。おばあちゃんが亡くなったみたいな感じかいじゃあ。娘に発見された。ゼンナーコナスには3つの刺し傷があった。ひ孫もいるやん。ひ孫のアドラーコナスは事件後消息を絶った。アドラーコナスはじゃあ、この22歳、27歳どっちかの子供っていう。そんな感じやんな。犯罪歴があるのは、ちゃうわ。アドラーコナス、こいつやん。アドラーコナスは事件後消息を絶った。おるけど。実質で死亡しているところを娘に発見された。ひ孫になる。どういう家族構成。この事態を受けて第一容疑者と位置づけられたアドラー・コナスに逮捕状が発行された。事件の3日後、彼は同地区のグリーンビレッジにある友人ジェームズ・クローちゃんの家に隠れているところを発見され、身柄を拘束された。アドラー・コナスの供述により、妹のゼリ・コナスと母親のマイリー・コナスが拘束され尋問を受けた。聞いてみましょう、供述。アドラー・コナス。私は祖父をとても愛していました。おじいちゃんでした。私は祖父を傷つけた最後の人間ではありません。家族では遺産相続をめぐっていつも喧嘩が絶えませんでした。母と妹はいつも祖父と口論をしていた。私はそれに気づくべきだった。祖父のことは本当に残念です。まあ一応無罪を主張してますと。そして、ゼリコナス。なぜ私がここにいて供述をしているのか理解できません。兄は有罪です。なぜ彼を逮捕しないんですか？事件が起きたとき、僕はもうややこしいな。僕は下で母とテレビを見ていました。なんなら母に聞いてみてください。そして、お母さん。私がこんなに喪に服して落ち込んでいるにもかかわらず、なぜ私をここに連れてきて聴取を取るのですか？事件の主犯は明らかだと思います。言って尋問してください。まあ、犯罪歴あるのはアドラーだけやねんな。で、まあ確かに気になるのは、アドラーコナスは事件後消息を絶っている。で、ツレンチ、3日後ツレンチで見つかってる。怪しいな。まあ、兄ちゃんが結局怪しい感じにはなるわな。これか。これは、時間はかかるけど、頑張れば、いけるやつではあるから、待っとけや。お前ら全部出して、こっちに動かして、なんかちょっとミスってる。出して、こっち。で、次は、目ん玉系。もうちょっと早くこれ、いろいろやりたい。ここ動かしといて。ここ。で、あとは、こっち。時間だけすごいこれかかるやつ。よし。OK。証拠。よこせ。ゼンナーコナス殺害に使われたナイフ。2121311。2121。あれ ?311。おかんがやってる。で、これ何の証拠や？遺体から発見された毛髪の DNA サンプルと爪か。で、マイリークコナスって。は？あ、お前か。マイリークコナス、お前か。マイリークコナスの DNA サンプルと、一致してないよな。遺体から発見された毛髪の DNA サンプル。まあでも家族一緒に住んでたらなぁ。なんとでもなりそうやからなぁ。で、アドラー、めっちゃここ英語。もう一致しない。あれ、ゼリコナスの DNA とも一致せえへんで。見方が違うのか、これ。はい、全員違うやん。ってことなんじゃないの？一致してないよね、誰も。誰も一致してないよ。あれ？あなたは供述の中で相続問題について研究した。具体的にどのような問題なのでしょうか？裁判長、私の祖父はいくつかの家と土地を持っています。しかし祖父は財産のほとんどを慈善事業に寄付すると言っていました。それに対し母と妹は常に祖父と口論し、祖父を脅かしていた。お兄さんが言っていた相続について何か言うことはありますか？裁判長、兄の言っていることは狂っています。罰から逃れるため、自分の罪を誰のせいにできるか考えているのです。弟の有罪を証明する証拠はありますか？そうじゃなくて、ママテレビを見ていたら2階で物音がしたんだ。ここ2人がグルになれば何とでも言えるからな。誰も事件の時刻を教えてくれなかったが、どうして事件の時刻がわかるんだ。うん、私はただ音を聞いたと言っただけで、おそらくその時の犯行だと思う。なるほど。誰が犯人を犯したと思いますか？あなたの発言は犯人を特定していない。息子のアドラーが悪いと思う。彼は事件の後姿を消したのだから。私の父は死んだのだから、彼が私の息子であることは問題ではない。むずっ。何よりも気になるのがこの証拠や。遺体から発見された毛髪の DNA サンプルと爪の指紋って何なの？ DNA サンプルと爪の指紋が誰とも一致せえへんのよな。やんな。見方がなんか間違ってなければ一致せえへんっていう見方で合ってると思うんやけど、ただ気になるのは全ナーコな殺害に使われたナイフに、まあでもおかんが飯作ってるとかやったら指紋はついて当たり前やもんな。これはちょっと DNA がちょっと気になるから、今回私は証拠不十分として全員無罪で、真犯人が別にいるんじゃないかと、そう判断しました。吉と出るか凶と出るか。はい、声。そして逮捕も大丈夫。耐えたけど、もう50個ぐらい今裁判をさばいている私でございますが、まだ楽しめるゲームなのかい？何個パターン用意してんのよ。ということで、まだまだ終わらなさそうなジャッジシム。この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。やけどなんか事件起こってほしい。進まへん。それではまたよろしくどうぞ。